ちは。僕の名前は見つけ太郎です。いろんな考えや視点を発見するのが趣味の双眼鏡です。第3回、とうとう清水さんのアイデアが形に。最初に作った時は全然回らなかったんです。で、次に何を考えたかというと、実はゴルフボールがヒントだったんです。どんな風に開発していったんですか？当時はサラリーマンですから、平日はずっと仕事もしてましたから、家に帰ってきてから特許を読んだり考えたりっていうことをしばらくやっていて、その中で、垂直軸マグナス風車ってもののアイデアを見つけて、でそれを実際に実現するための新しい、アイデアというのも考えたわけです。やっぱりその最初にアイデアを思いついた時っていうのはすごく嬉しかったですし、それを試したくなるんですよね。ですのでアイデアが出たらその次は簡単なものでいいので、おもちゃみたいなものでいいから、とにかく作って試してみたいというふうに思って、それこそホームセンターでいろんな材料を買ってきて、自分でラジコンの部品なんかをも買ってきてですね、本当にプラモデルみたいな感じで自分で作ってみて、家の扇風機で回してみるみたいなことをやってましたね。実験は順調でしたか？最初の3日ぐらいで一応形ができて、扇風機で回るか試してみたら全然回らないんですよね。でその原因をまた調べて、でまたホームセンター行って部品を買ってきて取り付けてみて試すということをひたすら1週間ぐらいやったんですよね。そしたら最終日ぐらいに回ったんですね。それが回った瞬間に、あ、このために生まれてきたのかもしれないって思ったんですよね。本当に人生が変わる瞬間だったと思いますね。素敵ですね。その当時の試作機を見せてください。この模型を作って自宅の扇風機で本当に回るのかということを確認したんですね。でも最初に作った時はもう全然回らなかったんです。で最初はですね、もっと細い棒を使ってたんですね。それをいくら回しても風車が回らないと、ちょっとマグナス力が足りないから、どうやったらマグナス力が大きくなるだろうというのを考えると、一番簡単なのは直径を大きくする、つまり太い円柱を使うことなので、最終的に見つけたのがこの10センチぐらいの棒だったんですね。でこれを付け替えて、でそれでもまだなかなか回らないんですよ。動くんだけど回らない、一回転はしない。どうやって乗り切ったの？で次に何を考えたかというと、実はゴルフボールがヒントだったんです。マグナス力について調べていた時に、そのゴルフボールの話がよく出てくるんですよね。でゴルフボールは表面がちょっとデコボコしてて、クレーターみたいなものがいっぱいあって、その表面がデコボコしている方がマグナス力が大きくなるんだっていうことを、インターネットで調べると見つけたわけです。あ、じゃあゴルフボールみたいにデコボコにしようと思って、またホームセンターに行ってプラスチックの棒みたいなものをたくさん買ってきて、それをとにかく貼り付けたんですね。でもう一回扇風機で風を当ててみたら、今までが嘘のように回ったんですよ。飛び跳ねるぐらい嬉しかったですね最初は回らないわけですよ。それを工夫して、1週間で回るとこまで来れたから、なんかこれに本当に360日頑張れば風力発電機も実現できるかもしれないと思ったんですね。ですから2012年のゴールデンウィーク
が僕の、人生にとっては一番ターニングポイントになった1週間だったんですけども、見つけたノート、僕も何か作ってみようかな。